紀伊勝浦駅前の下避床か方の下避、佐藤春夫記念館和室、佐藤春夫佐藤春夫4月9日から1964年5月6日は、近代日本の詩人、作家、演武聖老な鹿と剣体、憂鬱の小説を軸に、文芸評論、追筆、童話、戯曲、評伝、和歌と、その活動は多岐に及び、明治末期から昭和まで、旺盛に活動した。筆名を、 牛尾なる、砂灯湖、ガ号を農家屋人と称した、初代新宮市名誉市民、和歌山県東室郡新宮町に、医師、佐藤豊太郎、正代の長男として生まれる。母、正代は、旧紀州藩士でお庭奉行を務めた、武田家の娘。佐藤家の家系は代々紀州の下里町で余業とし、父の豊太郎に至って9代を数えている。父の豊太郎は、 正岡式に死宿した文人でもある。1898年4月に、新宮第一人城小学校に入学。和歌山県立新宮中学校在学中、佐藤長名の明の筆名で、交友開始に、オラバカ後、1908年には、熊野実業新聞に、短歌六首掲載、明星に、風の台で投稿した短歌が、石川拓木の線に入り、若い彦太郎主催の、は、 真冬の導人となり、馬車、食堂を発表。この頃に父は病院を一時閉鎖し、北海道十勝国中川郡で農場を経営する。趣味、文庫、申請、熊の新法に、短歌や過論。ここで、幾多長公与佐野博士、石井白亭を知り、また同盟休校事件の首謀者とみなされて、無期定額を命じられた。1910年卒業後、上京して、 生田長校に指示、与謝野博士の新使者に入る。ここで同人の堀口大学を知り、堀口と共に、旧正第一高等学校の入試に臨んだが、試験を中途で放棄し、慶応義塾大学文学部余科に入学する。慶応義塾大学では当時教授だった、長井花風に学び、また産方活動を知る。兄弟子に当たる久保田万太郎とは、犬猿の中であったが、 家風の死後明らかになった団長帝日常に弟子の久保田と春王を中傷する内容が書かれていたため和解した。1909年から、スバル三田文学に助長し傾向詞を発表し、指揮者の注目を集める。1911年1月24日、高徳周水らに連座して、同郷の医師である大石聖之助が大逆事件の被告として処刑されるが、 その当時の心情を、同年5月に、死、愚者の死として、スバルに発表し、評価されている。同性相手の川地歌子1912年の秋に、正当者のお竹くれない基地を通じて、妹のお竹含みを知り、その気持ちを早速死に託したが、慢性の不眠症を患う。1913年に、黒、明るの同人となる。9月に、 慶応義塾大学文学部を中退。雑誌が党の総監発起人となる。この頃、高村光太郎のアトリエに通い、肖像画を描いてもらう。夏に、徴兵検査を受け停止となる。12月に、元芸術座の女優、川地歌子と同棲し、この頃から三分子に向かう一方を、絵筆を取るようになり、第二回、二家展に、自画像と、生物の二点が入選した。 1917年に神奈川県続き郡中里村に移り、田園生活を始める。辞めるバラの執筆を始め、翌年、黒潮に発表。第3回、二家店に猫と女のが、夏の風景の二点が入選。江口勘、久保勘三ーラと共に、同人思想館の準備を行い、星座を創刊。また、江口を通して、芥川龍之介を知り、6月には、 谷崎純一郎を知る、芥川の出版記念会、羅生門の会に出席して、開会の辞を述べ、第4回に過点に、上の停車場付近、生物の2点が入選。1919年に、前日の、やめる、バラの後半を書き足した、田園の憂鬱を完成させて、中外に発表。膨大な量の評論を発表し、 一作ごとに、新進作家としての地位を確立する一方、1920年に、極度の神経衰弱に陥り、帰郷する。6月から10月にかけて、中国の福建や台湾に旅行する。台湾在住の知人であった、東博まの紹介で、森牛之助と知り合った。1921年に、純情詩集を発表し、小説家、詩人として、広く認められる。 また、新青年誌などで多くの推理小説を発表。富の沢林太郎を知る。谷崎潤一郎が妻千代に冷淡なのを見て、同情から恋に変わり、谷崎は一旦佐藤に妻を譲るというが、谷崎は妻の妹聖子と結婚するつもりでいたが聖子に断られ、妻が惜しくなって、前言を翻したため、谷崎と交友を立つ。 谷崎は当時小田原に住んでいたためこれを小田原事件という。失恋に苦しみ、代表作である、三馬の歌などで、千代への死亡を歌った。東京市外目黒日川に今日構えた弟の夏木方に同居し、稲垣樽保、江川憂夫も同居した。翌年に、父の豊太郎が還暦を迎え、家督を継いだ。都会の憂鬱を、婦人口論に、断続連載し始め、 高橋新吉を知る。雑誌、月光の導人となり、両祭、地位の翻訳ルタクの神、壁色の菊、金庫機関の翻訳百科、村物語を手掛ける。中国文学に傾倒し、長期の旅行を計画するが、関東大震災や島田誠二郎事件のため中止する。1924年に帰郷し、約1年ほど距離に泊まる。1926年に、 長谷川幸男が門人として同居し、谷崎純一郎と交友関係を復活させる。4月に3年間に長編を2作ずつ書く約束で、菊池博士、宇野浩二、里見本と共に放置新聞社客員記者となり、中国へ旅行する。10月にかけて魔女事件が発生。この頃、富澤湯を知る。1927年に小石川区関口町の新居に移り、 中旬から改造者の公園旅行に加わり九州、北陸方面を回り、7月に中国旅行を行い、旅行中に芥川龍之介の譜を聞く。基調後に芥川龍之介全州の編纂に携わり、欧州その洋州10日期を翻訳発表した。平凡文学の創刊に携わり、1929年に法政大学予科講師となり、 作文を担当。在職中に、現在の同大学校科を作詞する。翌年に、兵庫県向こう軍に移り住むが、軽い脳一血を病み、病気静養のため、下里へ帰郷する。谷崎純一郎の妻、千代を、1930年に譲り受けた。谷崎と千代の離婚成立後、三人連盟の、あ、谷崎のタデ、田で喰らう虫はその経緯を描いたものと思われていたが、 実は、その前年の、治療を、和田六郎に譲る件についてのものであることが分かった。1931年に雑誌、古東多万を創刊し、編纂責任者となる。露人の翻訳、故郷を、孤独者を手掛け、危機を改造に連載し始めたが、モデル問題が起こり中断する。長男の刀りが誕生し、1933年に法政大学を辞職する。 この年に中谷隆夫を知る。翌年に文芸婚和会が創立され、会員となり、中旬から和歌山県名承地等派旅行に出かける。1935年、芥川賞が制定されると選考委員となる。また、日本文学振興会理事の一人となった。しかし、第一回文芸婚和会賞をめぐって論争し、委員を辞任する。8月に太宰治を知る。 翌年に文化学院の文学部長に就任する。1937年に日本ロマン派の同人となり、7月に新日本文化の開設立に参加し、新日本の編参人となる。翌年5月には文芸春秋由者特派員として河北方面に出発し、9月に文学者従軍海軍班の一員として中国に赴く。1940年初代。 花やぎすみのために、八も木出雲もおくにを書き下ろし、歌舞伎座、帝国劇場で上演。10月に、慶応義塾特選塾院となる。翌年5月に、文芸十五運動のため、近畿地方に講演旅行。太平洋戦争の分子部隊として、中止戦線に従軍し、マレー及び、ジャワの南方方面へ、視察旅行に出る。1945年4月、長野県北作郡。 平根村に疎開。その地に1951年10月まで泊まり、作の草笛をまとめる。佐藤春夫の墓1946年から文芸師、放寸、風流、群像、電気、市場率の総監に助力し、翌年から毎年全国各地に旅行に出る。1948年から日本芸術院会員。水上滝太郎賞が設定されると選考委員となる。 翌年、誕生日を祝う会、春の日の会第1回を、日比谷東庭で催され、芥川賞の復活に伴い選考委員となる。慶応義塾大学で、近代日本文学の展望を開講。この頃に勝負事件が起こる。1950年宮中抱え始めに列席する。朝日評論で、エドマンド・ブランデント東西の死について対談する。翌年、三田文学の編集委員となり、 下旬から、おいらせ渓谷、恐れ山方面に旅行する。11月に、新宮司家を作詞し、制定される。1953年に、青森県上北郡東和町に、おいらせ渓谷の府の死費が立ち、雑誌、心の動人となる。翌年に、段数と共に、九州を旅行する。疎開地の作に別荘、未山居の新築を始める。1956年に、 芥川賞受賞作品、太陽の季節をめぐって、船橋聖一と押収する。翌年、千代田区10周年に伴い、千代田区下尾作市市、制定。千葉県長子市犬越三崎に、犬越三崎旅場の歌詞揮混流。40年ぶりに、黒金町に、田園の憂鬱時代の急遽を訪ねる。1959年に、宮中抱はじめに、飯宿として選任される史跡。 和歌山県町に、三馬の歌四費混流。帰省本線の開通に先立って試乗し、新宮市に帰郷。新宮市熊野早玉大社社頭に、冒険五月化四費混流。小説、長井花風伝について、中村光夫との応酬が始まる。1960年文化勲章を受賞。長野県北作郡浅間町に、古藩工銀四費混流。 1961年1月に新宮市名誉市民となり、5月に東宮御所に招かれ文学を談義した。翌年に芥川商船公委員を辞任し、9月に山口県の山口県民家、山口市家を作詞し制定。翌年、井上康氏を連れて北海道旅行に出かけ、北海タイムス有観に北海道銀行を12回連載。 1964年慶應義塾大学で私学を開校し、堀口大学と共にミロのビーナス展を見る。5月6日、夕方頃に朝日放送の一週間自助伝というラジオ番組の5月20日放送予定分を自宅の書斎で録音中、私は幸いにしてという言葉を発した直後心筋梗塞を起こし、そのまま死去した。京都の地方院に葬られ、記述を 春スガと呼ぶ、増樹三位、玉物銀杯一組。法名は両運因伝子誉れ奇声カスが大古事。1964年、東京オリンピック開会式に前年に作詞したオリンピック東京大参加が歌われた。北海道十勝国中川郡と横路町の長伏湖畔に四行詩非混流。など、注釈出典。ありがとうございます。